特別なお客が来ることは分かってたわ。獣の内臓を読み解いて予言していたの。その顔も水たまりに映し出されたのを見て知っていた。低い沼の方から来たの。最初はそれが予言の子だとは分からなかった。来る地血脈の子、日々投げ入れられる、まかれた種。手に落ちたわ。古き血、裏切り者の女の血。羊みたいにね。さあさっさと始めましょう。食卓は万全、まだも盛り合ってるわ。ダメよ、彼女はあの方のものです。エムレリスにもちゃんと渡すわよ。全部じゃないけど。そうよ、私たちはちょっと味見するだけ。足は私にちょうだい。肉付きが良くて最高のスープになりそう。ああ、本当に美味しそう。さあ、いただきましょう。あら、うら、後悔することになるわよ。殺して食おうとしたんだな。彼女の血の味、子供の頃の思い出が蘇ったわ。古き血脈なんて特別な子なのね。それにしても逃がすなんて惜しいことをしたわ。娘は逃げたのか。必ず見つけて一緒に戻る。その時は命がないものと思え。あなたは戻ってくるわ。私たちの運命は結ばれているの。どちらかが死ぬ運命なのよ。私たちは死なないけど。さあ、影を追いかけて霧の中をさまよいなさい。何度彼女の姿を見てもそれは全て幻よ。もしも、もしも見つけたとしたら彼女は死ぬことになる。いつも見ているわ、素敵なキッスン。近いつまいましょう。